いい車いっぱいありますね、さすが AZ オートは、はいはい、ね、はい、今回ちょっとね、僕はね、お気に入りのこの車なんですよ、はいはい、見てくださいよ、これ、ルノアルピーニね、はい、A110、もともとのね、うん、あのアルピーニのね、A110 のオマージュですよね、うん、そうです、もとはデザインが僕も似ていて、はい、ワーデンにしろミニにしろね、うん、オリジナルを、うん、まあ、今風にして、うん、なんかかっこよくなってるでしょ、アメ車なんかでもダッチもそうだし、ダイマスタングもね、うんうんうん、でもかっこいいですよ、やっぱね、人と一緒 で、うん、でほら、この外車のスポーツカーっていうとポルシェとか、みんなでかくなってるんですよ、でこれコンパクト、小さいだからね、なんかポルシェはみんなでかくなりすぎたっつってね、うんうん、フェラーリのディノってあるんですよ、昔のティーノみたいな、なんていうのかな、大きさはね、大きさね、そんな感じですよね、ちょうどいいのかな、これぐらいが、ちょうどいい、僕はね、実はあのランボルギーニ青山通りで乗ってるよりも、うん、これ乗ってる方がかっこいいですよ、ね、かっこいいですね、はい、走りもいいでしょ、でもこれ、ね、走りもめちゃくちゃ、走りもね、ものすごいいいってわけじゃなくて、うん、まあ、いずれちゃん運転前からあれだけど、俺なんかそんなに運転上手くないからちょうどいいんですよ、うん、あの俺とも乗りこなせるみたいな、うん、もっとね、運転の上手い人はさ、うん、もっとなんかハイスピードがいいと思うんだけど、ね、でもまあレース上走るわけじゃないですからね、うん、この車は、まあ、僕はよく言われているアルピニブルーっていうのがあって、はい、ブルーが、まあ、あのいわゆるあのブルメタですよね、そうそう、あの今イメージカラーなんですけど、この私はこのだろう、うん、限定ですね、はい、30代限定のアルピニ日本に30代30代、黒がね、30代、はい、黒いスポーツカー好きな人いますよね、うん、いますね、そういう人だったらこれ1台だと思う、ね、そうね、はい、かっこいいですけどね、これはこれで、ほら、昔ってアウディの TT ってあったじゃないですか、はい、アウディの TT も出た頃良かったけども、うん、あれもなんかちょっと、まあ、球数多くなっちゃって、うん、走りとしてはこっち側のが、うん、だから結構ね、自動車ジャーナリストの方ってこれ乗ってる方多いですよね、エンジンが水平均であるんです、あ、ここにあるんですね、ねがバランスがすごい、で、ドアもめちゃくちゃ軽いですね、すげえいいフィット、スピーカーも軽い、フィット感がいいでしょ、いい、そうなんです、で、ほらいいでしょ、面白そう、いや、これね、本当にいいんですよ、で、これ、スタートエンジンこれなんですけど、品のあるスポーツカー、この車はね、なんとかな、そうなんですよ、分かってるとにはわかるっていうな、乗ってみたい、これね、これかっこいいっすね、そうです、これも悪いね、これね、悪いっすね、これ悪いんだ、これはこのブルーだったらもしかしたらちょっと危ない、危ないですね、動いてたね、走るってことだけだったら最高だと思う、速そう、だってさ、メーターさ300って出てるよ、100ぐらい捕まりましたね、おばあさんに残れちゃう、乗るたび免許取り消しになるよ、これこれいい、そうなんです、いいんですよ、これそうなんですよ、ちょっとエンジンってことは僕から見れないか、見れない、エンジン見れないよね、簡単に見れない、簡単に見れない、ここだもんね、そこ外さないといけない、で、セーブは何も見れないよね、そうなんですか、これは何ですか、ドランク、ちょっと開けてくれちゃう、ちっちゃ、うん、いいですね、これね、ほんとだ、プードル3匹ですね、プードル3匹ですね、チーだ、もうほんとにあれだね、ねえ、ほんとにスポーツカーだね、いいな、これな、実用性ゼロかっこいい、これ後ろにも何も入んないでしょ、入んない、あと前がちょっとトランク、前見せてください、旅行カバンはどうするんだろうね、一泊、そうですよね、熱海行けないですよね、熱海行けない、あの特にあのなんか冬なんかね、あ、そっか、夏だったらいいけど、例えばジャケットとか小言置き場とかさ、薄い、薄い、ちょっとトランク1個ですね、そうですね、はい、旅行カバン1個分、旅行カバンね、これなんかアルピーニのカバンがあるんじゃないの、これ、まあ、そうですよね、だってこれリボンは入んないですよ、リボンは本当だよね、これに合わせてね、うん、大きさやるのも面白いね、こういう人はないんでしょ、修理キットとか入ってるかもしれないけど、そんなもんですよ、もうタイヤなんかないもんね、潔いね、潔い、潔いよ、潔い、お送りでいい、
そうなんですよ ね、あのあんまりね、スポーツカーね、でかくて押し出しの強いの好きじゃないんだよね。これでも黒だからちょっと押してきてるよね、もうちょっとブルーとかね、方が爽やかな感じ、これはまあちょっと悪っぽいですよね、悪っぽいよね。でもかっこいいですね、あとシートのフィッティング感とか最高ですね、乗るとね、好きになるよね。シートすごくいい、シートすごいいいですね、ホールド感とかめちゃくちゃいいですね、すげえ考えて作ったんですよバックシート、今正直言ってこういうの日本人が乗るっていう環境がないじゃないですか。まあそうです ね、例えば一人でさ、要は彼女とさ、カバンも置く場所もないような環境で旅行行かないけど、なんか昔の匂いがするんでね。そうですね、荷物をなんか乗せられないと。やっぱそ今車にそういうなんていうか実用性求めすぎちゃったから SUV とか、まああれはあれでいいけど、こう夢のあるっていうかかっこいい車がなくなっちゃったんで ね、かっこつけられる車がかっこいいですよね。やっぱ僕らの世代こう通常のコックピットのスポーツカーでも最高ですよね。ポルチェ乗ってみると人がいけたな。確かにそうですね。さあ、はい、はい、お値段ですけど、これいくらぐらいと思ってますか。あ、約650円だ。662.9万円。650だ、650は車両本体だ。え、まあそれにメイン変更プラス、まあ初期用ってやつですね。13万ぐらい、662万9000円。なんで令和の、令和2年、2020年でもなんかテレシアですよ、今高くなってきてるんですよ。あ、今ね、新車はもうね1000万超えするからね。だからもうデリバリーも あとユーロも上がってるから。あ、そうか、そうか、だから、これ出た時はね、800万ぐらいで買いたいんですよ。そう。だからまあちょうどいいくらいの時で、ね、そう。だからこの黒がお気に入りだったら買っていいと思う。まあいいですよ。ねえ、いいよね。僕結構いいな。じゃあ、しごみるさん、600いくら持ってくれればいいのこれ、とりあえず。まあ、660ぐらいあれ。650だね。ぜひ皆さんね、650大変だと思うんだけどね。神奈川のメキシコになってます。イタリア風メキシコです。児玉さんを立ててきてください。不愛想ですけどね、いい人なんでよろしくお願いします。ありがとうございます。テリー伊藤のお笑いバックドロップ、登録お願いします。よろしく。